皆さん、こんばんは、マーティンダーの役員ー・は、健太君です。皆さんに、サプライズなお知らせを発表したいと思います。それは、ウェジャーリーグ4月8日開幕とともに、開幕投手、なんと、エンジェルズ、大谷翔平選手が、開幕投手、指名したそうでございます。皆さん、どう思いますでしょうかコメントどうぞ、お願いします。大谷翔平選手が、まさに、開幕投手指名した、本当に、ビッグハイ大谷さん リリー、すごいですね。はい。開幕投手になるとはびっくりしました。はい。過去にもメジャーでも開幕投手ありましたね。平成の開幕とか色々ですけどもね。ぜひ塩星ち取ってほしいです。はい。確かにリアル二刀流すごい選手でございます。去年は確かにホームランあと2本迫りましたね。ホームランオーバーであと2本。でも、メーブレースの活躍そこはなったし、2桁届かなかったけど、9勝は大したもんです。確かに MVP を獲得し、 リアルギトーとショータイム、新語流行大賞、伸びるし、リアル、えー、ショータイムがやはり最、最年間の大賞を選んだそうですね。はい。大谷翔平さん、今年も、ショータイムお願いしますバイバイ